ね、あの、はい、クイズです。よろしくお願いします。ワンピースクイズです。はい、まただって、はい、もう楽しいから。ワンピースセリフ、セリフイントロドン、マークに出してもらうと、マークに出してもらうのがお願いします。通例です。はい、セリフをかん、あの、考えてきてくれてないね。選んだけです。選んできてくれてるんで、ありますよ。お願い、早速行きましょうよ。早速行きましょう。前回僕が結構いい線まで行っちゃってるんで、はい、まあハンデはまた今回ありでいいですよ。僕1問に1点、バチラさん1問3点、はいはいはい。これでまあ頃合いでやめた時に強い方。そうね、うん、お願いします。お願いします。いきます。問題、あ、いいですか。優秀やな、マック君いつも優秀。ありがとうございます。今日むずいです。あ、え、もう一発目からいいんですね。はい、はい、もう終わったわ。デソさんに、うん、さんに、もう託して託して、デソさんによりよりでね。はい、まあまあまあ。サイコロ転がした後でフジトラ、うえ、すごい、よし、いや、次行こうか、次行こうか。サイコロといえばフジトラ、じゃあ幼やで、ね、で、ね、わかるね、わかるよね。じゃあ幼やで、ね。はい、次行こうか。あ、壊れた音、壊れてないね、押せたね。行こう行こう行こうか。まあまあ確かに、すごいやん。すごい、藤虎のネタいっぱい考えてますから、バチラさん。藤虎のテリトリーは詳しいよ。よし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 、藤虎出されたらきつい。もう3点取った。はい、よし、取るとか取るんや。3点、よし、いや、こんな始まりとはそわそわしちゃって、なんかムギュムギュしちゃいそうだぜ。頼みます。はい、いきます。はい、数百年間我ら一族と攻撃パティの押し方。いや、銀にね、銀の場合これでいい。パティの押し方、パティの押し方すんな。我ら一族、うん、面白い押し方思いついただけやん。そう、面白い押し方思いついた件答えたかっただけやん。ペドロ、正解。ええこっち、え、激強。はい、あ、これ壊れてるの、ねえ、惜しいやったみたいな。ねえ、こうやってたら一族って言ったらペドロしかいないじゃん。いろんな一族出る漫画、えええええ、一族の多さ結構トップクラス漫画、パティの喜び方、じゃあ見たことない、やったこれ多分こうかもしれない、やったカルネの喜び方、やったカルネの喜び方、やばいって、そさ、やばい、6対0、ちょっともう増やしてくれてもいいよ、2点でいいわ。そのハンデの、その1本取ったら3点あげますよの、それ1回俺お断りするわ。ハンデいらなかった、彼と戦う時はもう1点でいいです。なんで僕2対0でいい。いいえ、お断りします。やめたほうがいいです。問題がないですから。ありがたく、いただきんか、いただきんか、もらえるもんはいただきんか。コロッケ、コロッケ、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーガー、やってたハンバーガー、リゾットかっこいい、ソウルキャノン、リゾットはかっこいいぜ、かっこいいぜ。ズゾさんお願いします。うん、頑張る。僕2点持ってますか。ポニーテール、うん、ポニーテール持ってます。ポニーテール持ってました。2点持ってますか。あ、すいません。いきます。いきます。はい、3問目。はい、なぜいつものように逃げ出さなかった。ゾロがサンジの横腹やる時の押し方。こう刀をギターギター、クマとの対峙の時ね、うん、なぜいつもみたいに逃げ出さなかった。ちょっとレベッカ。違います。ちょっと怖かったね、レベッカリセットやで。うん、レベッカ全然、レベッカってなってる。大丈夫で、そうやった時に怖かったですか。まあ、そうそう、怖いも怖いな、うん、はい。レベッカ、いや、なんかね、あの、戦いで、なんかそのレベッカに言うってこと。え、レベッカが言う、あ、レベッカが言われるやつだ。そうよね、だからレベッカは言ってるから言われる側ならわかるけど、ちょっと独特な答え方しないで、急に。もう一回最初から読んでください。はい、まあもうちょっと早押しになるわ、じゃあこれは。ああ、オッケーオッケー、ああ、オッケーオッケー、お願いします。はい、なぜいつものように逃げ出さなかった。
え、さっきと一緒やん。ひどっ。え、さっきと一緒のとこやね。それを言った人よね。それでやってますよ、ずっと。ずっとそうよね。ガープ違います。あ、違うかー。はい、もう、はい。続き、そうか、いつものように逃げ出さなかった。続きどうぞ、続きどうぞ。あ、ミス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 た。いくよ。はい。なぜいつものように逃げ出さなかった。押すのおかしいよね、本来。お前一人なら CP9 からも逃げ出せた。はい。青生地。正解。うわー、やばい。よしよし。もう今日はすごいぞこれ。すごいぞ。マジですごいぞ。何やってた俺だって。やば。おかしいじゃん。ガープっておかしいじゃん。よーし。逃げないでやってた。よし。マジできた。緊張したんじゃないの。緊張したね。だって圧半端ないもん、あなた。めっちゃ強い。よし。そっか。あ、俺が言いたいこと分かってくれる？なぜ逃げなかったはガープかなんか言ったよね。エースにね。言った。これダサいかも。後ろにあいつらがいたから。これ言ってる。言ってる。ダサいかもこれ。次行こうか。3-0。めっちゃ強い。本来9-0。めっちゃ強い。さあ行こうよ。めっちゃ強い。行こうよ。次だったら俺3点よね。なんで？なんで？めっちゃいいな。4問目。さあ。うわはははは。仲間に置き去りにされたのか。不憫だな。せっかく逃げ出したのに。うわ。今日はいけるっちゃんね、俺。今日はいける。いや、むずいよ。ええー。一応。黒ひげ。違います。まあ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 。まあ、まあ、なんかその界隈よね。まあ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 、ちょっとなんか、ゼハハじゃないけど。これむずいよね、でも。もう、でもこっちも読んでもいいかも。不憫。うん。ちょっと増やしてほしいね、読むとこ。うん。繋がってはないけど同じページではある。はい。で、同じやつ。うん。あ、OK。はいはい。店名、その檻に入ってるからって安心してんじゃねえのか。まず俺の怖さを知らんらしい。あ、なにこれ。え、むずい。いや、むずいよ。あ、じゃあ、こっち。行っていい？うん。バギー。違います。文字。正解。シャーシャーキューよーし。檻ですごいね。インペルダウンから抜け出せたんよ。マジで抜け出した。脱獄誰もできんよ。今ずっとインペルダウンの中におった。そうよね。抜け出せたんや。脱獄しました。しかもイーストブルーまで戻れたんや。その足で脱獄。えぐっこいつ。今日強すぎ。4点ね。鼻でも噛んじゃおう。檻とか逃げ出すとか言われたらインペルダウンやってことやったでしょう。あなたマー君。確かに。すごっ。ああ、すげえ今の。じゃあ、あ、いいよ。1問3点でいいよ。もう4-0やし、1問3点しちゃうよ。いや、断る。勝てんぜ。勝てないです、それじゃ。いいですか、じゃあ。はい、ただいちゃって。一応3点にしましょう。一応3点。まさかの。ワンピース。ハンデが逆転しました。何も残らん。ワンピースバレたな、何も残らん。はい、お願いします。何も残らん。ワンピースを。最後。次、ラスト問題。次。あと2個用意してます。あと2問ね。で、4-0なんで。マジで3点にしないと。6点になるのね。3点にしないと勝てない。おぉ、いいね。盛り上がってきたね。ルールめっちゃ変えてね。どうわ、盛り上がってるわ。元々俺が3点だよ。ここ注目の2点。やっぱ最後ほど盛り上がらな、こういうの。5問目。はい。一時代をひっくり返すほどの軍事力がかかっているんだ。そのお前を奪い去ろうとするバカどもを、より確実に葬り去るためならば、たとえ兵士が何千人死のうとも、栄えある未来のための仕方のねえ犠牲と言える。いや、むずっ。これす…いや、むずいな。わかるでしょ。あるぞ。聞いたことあるよ。以上です。結構長々言ってくれたねえ。結構長々言ってくれた。これわかるよね、絶対。もう一回読む。もう一回お願いしたい。もう一回お願いしたい。なんか言われとったらこう浮かびそうなんやけどね。一時代を ずっと浮いとる。
いきます、はい、はい。一時代をひっくり返すほどの軍事力がかかっているんだ。そのお前を奪い去ろうとするバカどもをより確実に葬り去るためならば、たとえ兵士が何千人死のうとも。赤犬。違います。言っていい、うん、ネプチューン王。違います。えぐいとこ。ネプチューンそんなにキリステンちゃな。いや、なんか白星の時になんかとか。なるほどね。もう一回ちょっと、うん、もう一回呼んでもらっていいですか。大丈夫、喉乾いてない？乾きました。あ、後でお水をあげるね。あとなんや。うん、最初の方がそうね、分かりやすいかも。一時代をひっくり返すほどの軍事力がかかっているんだ。そのお前を奪い去ろうとするバカどもをより確実に葬り去るためならば、たとえ兵士が何千人。スパンダム。正解。あーあー、こっからが俺の時代だー。いやー、めちゃくちゃ。いやー、そうかー、すごい。いやー、すげーなー今のは。なんか、なんか俺も嬉しいっていうか、俺も嬉しいみたいな、なんか変な感じの。あの読み方うまいね。スパンダム感ゼロやったね。なんかすっごいシリアス。それいいと思う。何それ。それがよくない？いいいい。出題者として。いいよ、どこでもってよ。いや、いや、スパンダム感ゼロやったなぁ。マジで、もっとかっこいいキャラと思って。4対3ね。4対3。いや、すごい。だ次か、うん。次取った人が勝ち。フライドが。フライドが見え。シェー。次取ったら勝ち。次取ったら勝ち。取ったら勝ち。わあ、次ね。大盛り上がりですか。すぐ。あ、オッケーオッケーオッケー。もう、うん。うん。もう、少ないけど、うん。すぐやね。うん。すぐだよ。どういうこと？セリフが短いってこと？うん。なるほどね。いいですか？はい。はい。いきます。はい。最後。あっぱれだ、ブラザー。ケリーファンク。違います。ブラザー。いやー、攻めたね。ブラザーで探して。もう無理だ、これはマジちょっともない、俺の中に。ブラザーの棚の一番奥をとりあえずね。もう俺ちょっともないかもな。あっぱれだ、ブラザーって。あっぱれだっていうその言葉遣いとかで、なんとなく、なんかあった気がするな。あっぱれだ、ブラザー、うん。ちょっとヒントもらいたくない？うわ、ヒント。今ワンピース何巻でとうとう今104巻やけん、お50。いや、もう半分、前半か後半かに分けて、あのゾンビのとこ。ああ、スリラーバーグ。スリラーバーグを真ん中にするか、うん、スリラーバーグ以前か以後か。スリラーバーグが前半の最後で、あ、欲しい欲しい。1億のあのシャボンディが後半の頭として、前半か後半かでちょっと教えてほしいな、うんうん、はいはい。前半です。あ、前半ね。前半なら、前半の方が4度。そうね。正直。そうだけん。もうちっちゃい頃が4度けん。そうね。すぐ言われるかなとも思った。まあでもなんか、会話の最後に。じゃ、ブラザーって言いそうな。そうだよね。ね。前半のキャラやろ。シャム。違います。いや、でもあり得るなぁ。あり得る。黒回りも違います。ありえるありえるありえる。パレだ、ブラザー。あっぱれだ、なんかあったよな。あっぱれだ、ブラザー。ミスターナイン。違います。うわー、ありえるありえる、ありえたよね。めっちゃありえた今の。嘘だ。めっちゃありえた。こういう感じじゃないと思っちゃうね。うん、面白い。これこの問題おもろいな。みんな分かっとんかな。見よう人。小鳥。違います。兄弟っぽいです。全部いっちゃう。兄弟でってことか。息ゼロやろあいつ。おならだけパーン出して終わっとっとぜ。いや、ちょ当ててこれ。もう無理なんかな。
もう無理なんかな。無理なんかな。これも無理だ。無理かもしれない。無理かもしれない。意外と。もうちょいじゃあもらおう、ヒント。もう一回絞って。だけ50回やろ。だけ25ってどこ ?25 は4人の。そうそうそう。やつやけ。空島。むずいな。空島の入りって何だ。空島の入りが26。じゃあ、空島の前、じゃあや。空島前か空島からかに。うわあ、ちょうだい。ここ開けてもらっていいですか。すいません。すいません。すいません、本当に。空島からです。うわぁ！え、どういうこと？だけど、空島、うん、で、空島から帰ってきて、あ、空島から、はい、言ってってくれ。空島、あ、空島、うん、ウォーターセブン、まあ、NS ロビー、はい、で、スリラバーク。NS ロビーってでも44あれもあるわ。あれもあるわ。ちょっと待った。ベビーバックファイトあるわ。めっちゃぽくない？え、俺今答えたらずるくない？いや、いいよいいよいいよ。え、フォクシー正解。あー、なこれダメだ、変なこぼれてきた。あ、バレた、ブラウザーそう手出したやつか。そう、ルーリーにで、背負い投げっつってゴーン。あー、そっち手伸びて、はい、え、じゃない、すごい、すごい、そっち。あ、そうよね、それも。え、何やってんだお前ってやつね。バカかお前は。バカかお前は。あ、面白いと思う。自分じゃあ出して出して気づいてごめんなさいね。4点3点なんで4対6でヘソさんの勝ち。そうですね、ありがとうございました。勝ったら勝ったら何でもいいや。ワンピースに詳しいのは俺でした。ヘソさんでした。ありがとうございました。気持ちいいぜ。彼の喜び方、パティの喜び方、パティパティの喜び方、彼での喜び方、パティの押し方、彼での、切り方、切り方、パティの押し方。